現場の西山さん。はい、おはようございます。7月24日ですか？25です。25木曜日、ラーメン西山屋天気予報の時間です。アリースアリース、お座りしましょうか。はい。どんな感じですか？今は雲が少しあります。はい。今日の天気は晴れのち曇り、最高気温32度、最低気温が26度。今日も暑いですね、32度。暑いです。で、今日はあの湿度が前ない感じですね。だからなんか嫌な暑さです、今日は。疲れましたね、暑いと。疲れました。でも福田君、今日合格発表なんでしょ？そうですね、朝9時か10時頃に。何の合格発表ですか？長崎県警察の合格発表。長崎県警。はい。すごい、警察官ですか？はい。第1次。はい、第1次です。受かるといいですよね。ありがとうございます。もし受かって警察官になったら、僕を捕まえないでくださいね。はい、わかりました。交通違反してもあれですよ。切符切らないでください。まあ、冗談はさておき。福田君もう卒業ですよね。あと半年ぐらいですね。半年。はい。みんないろんなところ行きますよね。はい。やっぱうちのアルバイトの子たちはやっぱ警察官とか刑務官とか多いですよね。多いっすね。あと料理やってる人もいるし、格闘家やってる人もいるし、まあいろんな人がいますからね。まあいろんな人、いろんな成長を見れますので、いいですよね。はい。なんか今日木曜日、木曜日午前中は僕はちょっと病院行ってそこから開けるんで、まあ木曜日は、まあ、昼過ぎぐらいからオープンっていうかなって感じですね。じゃあラーメン西山屋天気予報の時間でした。アリース。アリース。